はい、皆さんこんにちは、ゆうです。今回はモンストでございます。3月1日超重心祭が開催中です。で、今回は僕のねモンスト生活初の出来事を、まあ収めたいなと思います。この間までコラボがやっておりましたストリートファイターガチャもねやってましたけど、クエストはまだ降臨中です。はい。で、イベントの期間中ずっと出てたね、このコウズケでいいのかな、このカリンっていうキャラクター、ずっと出てたので、もう僕ね初の運極を目指そうと思って頑張りました。出てる期間中もうねずっと回ってました。はい。ということで今ねあと1体まで来てるんですよ。98ね、これ最大99でいいんですよね、合ってますよね。ということで、あと1体捕まえに行こうと思います。いやー頑張ったあのね、でも大半でもないか。でもね、追い上げは、あのね、土曜かの、スタミナ半分。もう風できつかったんですけど、死に物狂いでその時やってました。はい。ということで、残り1匹捕まえに行きましょう。で、さっきも言った通り、今、超重心祭開催中で、最後ね、ガチャもやりたいと思います。これ、初僕、運極達成なので、報酬でね、10個もらえるはずなので、それで2回引いて、終わろうと思います。それでは出陣。あ、そうそう、ね、初といえば今回のね運極も初めてなんですけど、この先頭にいるスサノ初めて重心化しました。もらった重心竜水を2匹と、あと自力で3匹1日で捕まえました。ラッキーだったと思います。それでは倒していきましょう。で、フレンド枠で主に選んでるのはスサノか、ルシファー、アーサーか上杉剣士、まあ、そこら辺がいればまあ負けることはないです。はい。はい、ボス戦まで来ました。音楽がね、コラボのやつはかっこよくていいですね。よし、勝った。お、ここで2つ珍しい。いつも1個でね、たまに、ほんとたまに2個出るんですけど、今これ。おー、珍しい。はい。でも勝ちました。やったー。これはもう負けることはないです。はい。これで、運極にできるぞ。はい。報酬で2体もらいました。はい。では運極にしていきましょう。はい。では無事クリアしたので、今ゲットした1体でいいんですよね。98のに1を加える。OK! おー、ここここ、ちょっとちっちゃいですけどね。ラックが極みになってます。よし、これでいいんだ。では初の、
僕ね、もうすぐ500日ぐらい経つんですけども、初の運極でございます。さあどんな感じなんでしょうか。まあちらっと他の人の見たことあるんですけどね。さあ自分では初運極、合成開始。いいです、 OK。 いやー頑張ったー、よし。おお、これです、これ、これが見たかった。ちょっとスクショします。はい、やりました、運極達成。いや嬉しい、これは嬉しいです。はい、ということで初の運極達成、やった。これで報酬で、初のね、この運極一体を達成せよ、10個もらいました。このガチャを引いてお別れとしましょう。もう超獣神祭ね、5、6回引いてるんですけど、でも出た、星51体出たんですよ。劉備が出て他は星4、まあ、そんな感じです。まあ、なのでいいのかなっていう結果が、まあ今のところは出てます。ただね、超獣神祭だとやっぱりね、ガブリエルが欲しい。今ね、運極達成して、もうそのパワーが込められたオーブ10個で2回回していきましょう。よし、お願いします。ガチャル1回目、確定は来ず、いきます。1回目、ちょっと何も言わない、金は確定です。あー、星4しか持ってる、なんだっけ、フレイ。ちょっとガブリエルの画面で引きたいな。よし、最後はこの画面で引きましょう。ガブリエル欲しい。もうね、妹が持っててね、さらに欲しいんですよね。お願いします、ラスト2回目。うおーす、いやまあ表示ね、何もなくても星5来るときは来ますから、お願いします。それではこれで最後、運極達成記念2回目ショット、何も言わないお願いします、くー、こい、あー、ホルス、ホルスもよく見るな、いらないって。はい、ということで、まあ2回はねこんなもんですよ。ということで、ガチャの件は置いといて、運極を達成しました。まあカリンはね、火属性なので水の時は連れていけなかったりするかもですね。まあただね、達成することに僕は意味があると思いますので、やったー。で次にね、運極近いのはクイーンバタフライ、チビチビ集めてるので、まあそれも運極にできたらいいなと思います。はい、ということで今回はモンスト初の運極達成したよという動画でございました。今回も最後までご視聴ありがとうございました。